うわー、これでも数ミリの単位ですよね。ユニオンスペシャルにしまして、コジナの2枚やったりを入れて、うわ、行きます。おー、全部になった。うわ、すげえ。すごいですよね。すいません、これって今開いてるんですか？開きました。うわー、すげえ。ちなみに、まあ言ったらここですもんね。そうです、そうです。ここの部分を今縫ってます。じゃあこれはそのボタンのホールができた当初からもずっと使われてるっていう感じですよね。そうですね。で、今はデニムをメインに使ってます。もう一台は重機、新しいミシンもあるんですけど、デニムはやっぱりこっちの方が味が出るので。あ、そうなんですね。ここにこういう風にさっき穴開けたパーツがこんな感じで乗っかってきます。はい、そうですね。で、ここで後でダブルステッチでこう二重線のミシンで叩いてしまいます。なるほど。今さりげなくここがちょっとはいはいはいずれてる。あ、ほんまですね。こういうところがボタンを開けるときに手を引っ掛けやすくなってたりとか、こっちからこう手を。うわー、これでも数ミリの単位ですよね。いや、もう実際このポケットを身頃につけていきます。こんな風になりますので、はい、難しいです。ですよね、こんな。こっちの生地の厚さとか硬さが違うから、はい、ずれやすくって。こっちはしっかりしてるのに、こっちは伸びやすかったりするんで、余計にずれやすいところあるんですけど。やっぱり怖くて、ちょっと手前に無意識に引っ張りながら抜いちゃったりするんですけど、はい、そうするとこの上の生地だけ伸びちゃったりするので、あ、最後がうまくはまらなくなっちゃう。ぴったりです。すげえ。知ってる形になってきましたね。こういうポケットに手入れる感じですもんね。ポケットの2本のステッチを入れたいと思います。注意しないとダメなのが、この白い生地がこういう風に前に見えちゃっても綺麗じゃないので、ここを中に引かしながらというか。本当に職人さん。ミシンというか、はい、糸の寄りが強いので、はい、で洗うとすごく当たりが出てこういい感じで具合が出ると思います。ちょっとこの鍵の部分で巻いてみます。よし、こういった感じで生地を巻き合わせてくれます。こういった感じでドリブルを巻き合わせてこう入れて、こんな感じで、相当手先が、国産でも巻きがあるんですけど、微妙にこのステッチ幅が、はい、見る人が見たら分かるというような。ここにこう、寄るんですね、生地が。このバルーン、裏のチェーンが、はい、締まろうとして、ギュッと寄るんです。で、日本製だとこのチェーンがちょっとやっぱりふわっとしてるんですよね。これは、ちなみにユニオンスペシャルって言いまして、当時の、まあ、リバイスであったりアメリカで大量生産が最初に使われてたミシンなんですけど、もともとは創業はドイツなんですけど、アメリカですごく有名になったっていう、はい。でこれこそあれですか、ヴィンテージといえばこれで作られた。そうですね。今もなかなか市場に出回らないんですけど、出回ったらもう本当にかなり値段は高価なもので、これ見たことある人少ないんちゃいます。結構ヴィンテージが好きな人でも、このスペシャル名前は知ってても
ソングミシンもユニオンスペシャルで、まあ、品番が違ってあるんですけど、これが、はい、またそのユニオンスペシャルのシーンを合わせて、こっちがこういうふうに地の目が通って、横に通っているので、ある意味ここだけはそうしないかというか、生地、シーンにフィットするようになっています。で、切るときに角度差が出たみたいな縦と横の違いで向きを変えてます。最初は適当に並べてもらった向きは実はこう 目をしっかり見てあるんですけど、こっちが伸びにくくなってて、こっち伸びやすいで、こっちは逆に伸びにくくなって伸びやすい、でこういった感じ でここにあの補強を入れました。直接こう上から感度目するんじゃなくて、中にこう感度目を補強を入れてしまう。すごすぎて笑けてきますからね。しっかり見れるっていう。しかもこうやってはる人がね、こうやっぱ何十年も大事。ここは2本の針じゃ縫わないんですか？そうなんです。こうわざとに太くしたりとか、もうそこはデザインにもなるんですけど、ここから今こう少しカーブ入れましたけど、まっすぐ降りるデザインのものもあれば、はい。逆にこの鳩だけ運針を詰まらせて強度を出すっていうこともあるんですよ。やっぱりこう運針が小さければ小さいほど強度が増すので。めちゃくちゃ難しい。この真ん中とここの間のこの辺。すげえなぁ。そう、ダメですね。商品としてアウトですね。この微妙なちょっと出てるだけでもアウト。やりましたね。ありましたね。見えてきたな、なんか、うん、すごい。ポケットをこう留めるんですけど、どうしてもこう2枚の生地を地縫いしてやっぱり吸ってしまうんですね。なので気持ち本当にこうちょっとゆとりを入れてあげるぐらいの、はい、このまま洗うとキュッと張っちゃうんで、まあ、そこはもう感覚が入らないんです。そうですね。少しちょっとした感覚ですけど。で最初に開けすぎるとガバガバなやつになりますね。そうですね。本来はもうぴったりなもんなんで。これで前見る。ああ、なるほど。でここにボタンがついたら当日行けますもんね。そうですね。こう、大津くんが右足左足でガッチャンとか、前後ろでガッチャンとかもわからない。前後ろでガッチャン。では先の前と後ろガッチャンコしたのがこれです。うおー、すごい。これさらに何オンスぐらいですか？12オンスとかぐらい。これで14、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 
これでベルトが。わあ。盛り上がってるんですよ、はい、なかなか仕事って普通のフラットじゃなくて触ってもらったら中に山ができてるんです、ね、ですね、これはまたジーンズ好きな方はここが早く移動したり逆にこう具合が出たりするんで喜ばれる。これは何センチぐらい？で、あの補強するので、もうここは少し仮止めぐらいで。うわー、すげえな。これは黒耳なんですけど、そうこういうのが、はい、いわゆる赤耳。まあ、最後言うたらこうなるんですよね、こういう形 で、 そうですね。
あえてこういう枠がこだわります。ここの幅とか、これでひっくり返します。デニムだ。デニムですね。全部みたいな。この工程、この工程、ここでポケット、でこっちの工程、全部みたいな。この返したしね、これ。そうですね。へえ。最後裾。こう今からは皆さんがコメント多かったチェーンステッチの場所なので、これはあの見てもらいたいなと思います。ジーンズの裾を縫うのにこのミシンっていうのは ねじれが出やすいんですね。針が今まっすぐ降りてなくて斜めに針が出ています。なので表と裏の生地がねじれるんですね。こう斜めに出てるから、ね、はい、斜めに出てるのと下に送り刃っていうのがあって、それが生地を書き込もうとするので、はい、その誤差でねじれが出てくる。早い。なんか仕上がり終わってる。今うっすら分かりましたね。もうこの時点で今斜めにこうちょっとシワが出てきてるんですよ、はいはい、これが洗えば洗ったり加工すればもっとしっかりこのこういうふうにちょっと斜めにこういってますもんね。そうですね、生地がこうねじれてくるの で、 で多分当時はこれが不良品というか、はい、逆に良くないぞって言われたんですけど、今はこれが珍しいというか、はい、なるほど。チェーンステッチしようと思ったらこの機械がないとできないということですか。はい。お店でもやりますけど、こんなに早くない。あ、そうなんですね。お店でやると30分から2時間くらいお時間いただきます。こんな職人2分で、しかも解説しながらはちょっとできません。ここが嫌がるとかいいの。嫌がるじゃない、むしろ喜ぶね。このチェーンステッチで、これチェーンステッチでこの後ろなんですよね。そうです、表は断線で裏がチェーンチェーンのようになってんねや。とか普通って糸ってさ、ピピピピって横にいじめたら、こうくるくるくるって巻かれてるように糸がなってんねや。だからそれチェーンステッチって言うんだけど、それのおかげでこう多分ねじれてんねん。さっき言ってはって斜めだ、斜めにこう入っていって、これが洗うと、洗ったりもっと入っていくとしっかり出てきて、縦に入ってるんですよ。斜めに入ります。斜めに入る。こういうのができんとこはほんまに普通に塗った、ミシンの塗ったやつで、こういうチェーンになってないやん。うん、そう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 。やり直すってこと。やり直すじゃなくて、裾直したいねんけど、ほんま僕ダボダ、足ダボダボやねんけど、これができひんから、普通のミシン縫いは嫌やからやりませんって。じゃあこの後、チェーンに穴を開けたり、ヒゲット打ったり、ボタン打ったりしてもらう。これは佐藤さんに。あー、お願いします。全自動と半自動って、はい、まあ、ここでは呼んでいて、はい、そちらは一個一個自分でこうコマにリベットをセットしてもらって打って、またセットしてもらって打ってっていう感じでやってもらいます。こっちは自動でこう打つだけでこう自動でこう供給をしてくれるので全部自動、こっちは半分自動っていう。なるほどなるほど。これこんな感じだったらよくデニム体験とかでやって やりそうな感じですよね。そうですね、多分ああいう手でああってやるのを結構やられたことがある方が多いと思うので、あんまり機械で打たれたことがある方は少ないかもしれないので、こういう感じで。ああ、よく見ますね。それよく見るリベットがつきます。はい、でこの真ん中の空いているところがこの赤のこのレーザーみたいなのを合わせていただくところなんです。はい、そういう分かりやすいんですよ。あー、ほんまですね。あ、びっくりした。これぐらいかな。いや、いけるいける。この辺でいいですか。おーって言っちゃった。おーちょっと誰もうんって言ってないのに。はい、じゃあ次はこのボタンをやっていきます。先ほどですね、中井さんに印つけてもらったんですが、はい、これに合わせたらぴったりはまるようになってるらしくて、こうなんです。すげえ、点でしっかり合う。ほい、おー、いきます。今からここの穴が開いたら
ます。せーの、ガタン。入ってた？おお、あ、いいと思います。すげえ。食べてみて。そしたら、はい。おー、デニムになった。うわ、ボコボコしてる。これが、あ、綺麗ですよね、これ。うわ、めっちゃ力いる、これ。あ、そうなの。おじさん食ったか、うん、なんか、ぬめーと青いよな、これ。でも、こっちがダメだ、こっち白い。ちゃうな、やっぱり。で、ありがとうございました。ありがとうございました。